じゃあ、こんにちは。あ、お願いします。お願いします。はい、長嶋一茂さん、こんにちは。どうもすみません、ずうずうしく来ました、はい、いや、俺は絶対聞きたいことがあって。あ、どうぞどうぞ。長嶋茂雄の息子と生まれて、はい、良かったこと、面倒くさかったことってやっぱあると思うんだよね。なるほどね。で、うちの息子はサッカーやってて、はい、優秀じゃないですか。いやいや、違う種目だから良かったけど、はい、小さい時どうだったの？どうだったですかね。だって家に帰って、家に長嶋茂雄がいるわけじゃない。そうですね、まあ、そういう感覚ではなかったと思うけど。どうかな。まあ、なんか僕も野球やってたじゃないですか、うん、で小学校僕2、3年から野球始めて、うん、で結局その僕らの時っていうのはもうほとんどがみんな野球やってて、そうだね、クラスに2チームぐらいあったでしょ、うん、だからクラスに2チームぐらいあって、で親父の話って友達から聞くわけですよね。君のお父さんはああなんだね、こうなんだねっていう。それまで意識がないわけ、うん、まあそんなにないですよね、小学校 2,3 年だと。でちょうど3年の時に現役引退ですから、昭和49年、うんうんうん、でその後もまあ引退 した後も、まあ、もちろん監督になるんだけど、監督になった後も君のお父さんはまあ現役の時はねって言って友達から聞いてたような状況で、親父は昔の人っていちいち言わないじゃない、自分のプロモーションをいちいち息子にしないじゃん。いや、それは絶対しない、しないから、うん、だからすごく不思議な感覚というか、普通はだって人のお父さんの情報って友達誰も知らないでしょ、まあね、普通はね、普通は君のとこのお父さんはねって話まずしないんだから、うん、で僕はそこをずっと聞いてて、親父の親父像みたいな、うん、まあ、いわゆるその普通の家庭の親子ではなくて、野球選手としてのその長嶋茂雄みたいな、長嶋茂雄像みたいなことが構築されていったのが、また違う軸でできていったっていう感じ。でもさ、聞けば聞くほど偉大だっていうのが分かってくるじゃない、はい、そう。で、自分が野球、同じ野球を目指したときに、うん、当然そういう目で見られるよね。本当ですね。まあ、野球やってた時はあんまりそういう意識をしないようにしてた部分もあるんですけど、一番僕がその親父と比較されて、まあ、その若い時だったんでね、うん、なんとなくこうショックを受けたのは、うん、僕はもう高校野球やってた時から、まあ、恐縮なんですけども、もうマスコミみんな来てたわけです、うん、そうだよね。みんなだって小学校に、小学校が初めて野球チームに所属した時でも、はいはい、300から400子供たちが、うん、そうそう、急に集まってね、なんかテレビでやったか新聞でやったか分かんないんですけど、うん、その時に新聞なのかテレビなのか分かんない、あ、新聞かなの時に、現役時代の親父をずっとこう撮ってたカメラマンの人が来たんですよ、うん、高校の時に、うんうん、で親父のと、なんだろうな、フォームとか、うん、もう連続写真でもイメージできるぐらいずっと追っかけてる人って、うん、もう分かっちゃうじゃないですか、うん、長嶋茂雄をずっと毎試合追っかけてるから、うん、で僕のところに来て、まあ、僕の多分親父を撮る角度とか同じポジショニングで僕を撮ったんでしょうね、分解写真を撮るみたいな感じで、そしたらそのカメラマンの人から、君は親父さんと全然違うと全然ダメだと、君の親父さんはまず構えた時はこうで、最後バットスイングした後はこういうような形でここまで腰が回ってたみたいなことを延々と聞かされたことがあったっけ、俺は、うん、結構長い間、うん、俺はいや、この人カメラマンだよなと、うん、専門家じゃない、コーチとか監督にね、うん、いや君のお父さんはねって言われるならまだわかる。でも僕はまあ、偶然にもというか、うん、いい環境でそういうことを言われたことはコーチ監督から一切なかったですよ。君のお父さんはこうだったけど君はどうだねってことは、うん、コーチ監督から現場から言われたことはないです、うん、先輩からもなかったですね。でもさ、今日会ったそのカメラマンの人からその親父との比較を延々されるわけこれ何なのかなって、高校僕はあの時は1年か2年だったですけどね、うん、ありましたね。それはない、辛かったちょっと辛かったですね。あ、親父とやっぱりもう比較されるんだと。で僕は中学の時、でも小さい頃から比較されてなかった。いやでもね、中学の時野球やってなかったんですよ。で小学校もね、リトルリーグね5年ぐらいでもやめたんですね。それちょっとなんで、中学受験もあったし、もうね僕実はね小学校の時に変化球投げすぎてもう肘壊れちゃったんですよ。
で中学やらなかったんだけど、なんとなくそのちょうど、まあ、親父が小学校3年で現役引退して、僕は中学2年ぐらいの時に親父が今度解任されたんですよ、ジャイアンツからっていう、そういう時あったでしょ、うん、なおかつ荒木大輔さんが甲子園でフィーバーを起こしたんですよ、大ちゃんフィーバー。この2つで俺また高校から野球やろうと思ったんですよ。実は中学野球やめてやる気なかったですもん、全く。それ親父が解雇されて、解雇されてまたやろうと思ったの。それはなんで敵を取りにみたいな。そういうことです。おなんか自分が野球界に行ったことで親父がこう辞めさせられた敵を取れるんじゃないかっていう、そこがどう結びつくかは分かんないんだけど、自分なりに俺がやるべき道はそこしかないみたいなことを勝手な思い込みで闘志が湧いたわけ。だから解雇された時の、解任された時の親父の、まあ、記者会見って豊さんもご覧になったかもわからないですけども、うん、僕が家で聞いてた親父の言葉とあの時の記者会見とも全く真逆のことを喋ったんですよ、父親はね、うんうん、だからあ男ってこういうもんなんだと、うん、その本心と、まあ、建前と、まあ、あとはその男としてのその散り際の美学というか去り際の美学みたいな、辞めさせられて、まあ、全部自分の責任であるみたいな形で確かに監督辞めてったんだけど、本人はそんなこと全く思ってないですからね、うん、それは家で喋ってたから、うん、その会議の前にね、うん、親父を続投させるか解任させるかっていう会議の前に僕はずっと喋ってますから、うん、であれを見て驚いたわけですよ、大人の社会ってこうなんだ。あそれ中学2年の時です。で荒木大輔さんかっこいいな、うんうわ俺も早稲田行きたいなみたいな、勝手に憧れと復讐心と一緒になってなぜか野球やるみたいな、まあ、今から考えるとちょっと突拍子もない発想かなとは思うんだけど、でも野球やっぱ好きだったんで自分なりにまた続けようみたいなのはありましたね。でも会見を聞いてて親父かっこいいなと思ったか、うん、いやもう言っちゃえと思ったか、あれは多分ファンの人からするとかっこいい会見だったと思うんですよ。そうだよね、何一つなんかこう恨み節みたいな言ってない、一言も言ってない、うん、でも息子からすると何言ってんだと、うん、違うじゃん本心はって、なんで本心言えないのと、うん、正直に言えばいいじゃんみたいなのは僕なりにありましたね、うん、だからまあそれ中学2年の時で、まあ、僕は中学野球やってなかったですから、うん、話戻すと高校の時はいきなり親父と比較されても、いや中学の時野球やってないんだから俺は大器晩成なんだからもうちょっとそれは何自分で勝手に決めてた、勝手に思ってた、大器晩成なんだからもうちょっと黙っててよと、うん、早いよまだ比較されるのはって、うん、だって本当に豊さん、俺も笑い事じゃないんだけど中学で野球やってなくて、まあ、立教行ったんですけど、うん、立教中学ってとでも優勝するぐらいの結構強い強豪校なんですよ、中学の野球部が、うん、でそのまた精鋭が立教高校みんな集まってやるんだけど、うん、俺そいつだとキャッチボールできなかったよ、取れなかったもん、球が速くてで外野ノックなんて打ったって取れなかったよ俺、そんなレベルまで落ちてた、俺本当にひどかったよ、だって僕高校1年2年ってほぼボール拾いで終わりましたから、でなぜか知んないんだけど、ある時急に新チームになって、僕が新チームって僕が高校2年の野球部、まあ、夏の予選終わったら新チームじゃないですか、なぜか急に4番打てって言われて4番になったんですよ。それまで俺ずっと球拾いやってたんだよ、分かんねえんだけど、 でもこう見ててね、ずっと接したりだとか話をしていて、うん、努力っていうことをあまり感じないんだけど、うん、なんか言えばまあ天才というかカエルの子はカエルみたいな、そんな感じで受けるんだけど、はい、やっぱ努力はしたの自分で。これはね、みんな練習しないって周りみんな言うんだけど俺はそれ反応したいんだよね、うん、それなりにしないとプロできないでしょ。まあそりゃそうだよ、でもそうあんまり感じさせないんだよね、僕なりにはやったつもりなんですよ。ただ正しい努力かだったかどうかは疑問ですね、うん、今から振り返ると。でも 家にお父さんいるわけじゃない、はい、教えてもらった？それはどうだったかな、
どうだったかなのレベルな。そんなには教わっていないですよね。プラマ規定もあったし、うん、いやもちろん、ね、厳密に言うとはダメなんだけど、うん、でもまあやった時期もあったかな、大学の頃とかは。まあ例えばさ、伝説によるとお父さんが打てなくて帰った時に、はい、庭かなんかでバットスイングをたくさんしてたと、うん、そういう姿は見てた。だからこの間ほら関根さんの追加番組でご一緒させていただいた時に、うん、やっぱりそういう姿は見てましたよね。関根さんが必ず親父が帰ってくる前に、うん、もううちのうちに来て、うん、お茶もう一杯リビングで飲んでて、その時にもう僕はだから小学校あれ 2,3 年ですよ、ね、うん、親父がもう最後引退する年とその前の年ぐらいの 2,3 年だったと思うんですよ、関根さん。小学校 1,2,3 年ぐらいで関根さんとなぜかずっと喋ってましたから、うん、でもそういうなんていうの、スイングしてるのはもう脳裏には焼き付いてた。焼き付いてますね。だから自分でもやらなきゃいけないっていう努力が始まったということ。 その前に僕はね、多分幼稚園ぐらいだったと思うんですけども、大人でキャンプを張ってたんですよ、うんうん、だから当時自主トレってあんまみんなやってなかったんですよね、うんうん、あ、親父の頃の話ですよ、うん、で僕はそれについてって、大人の富士の間っていう、まあ、部屋があるんですけど、そこに網をネット張って、まあ、お坊さんっていう方がいるんですけど、その人がトスを上げたりして、あとは裏にこう白山っていう結構ロッククライミングやるような険しい山があって、うん、そこで走ったりとかっていうのもくっついてた時があるし、なんとなくそれ幼稚園ぐらいなんですけども覚えてて、あ、プロになるのはこういうことをしなきゃいけないんだなっていうのは多少は、まあ、肌で感じてた、肌で感じてた部分はあったんで、だから高校僕寮だったんですけど、あれ就寝時間何時だっけな、決まってるんですよ寮だから。就寝時間11時とか12時とか、うん、でその後に屋上行って僕一応毎日素振りはしましたよ。だってやってないんだもん、中学の時何にも。あ、そうだよね、はい、だから高校の時は本当に寝る時間2時間とか3時間ぐらいだったんじゃないですかね。でレベルが追いついてきたなって感じるのは何年ぐらいの時だったの？いやー、相当それでもなんだろうな、4番は3年の時打ちましたけど、ちょっと無理があった4番だった気がするけどな。でも大学には行くわけでしょ。で大学に行ってレベルが追いついた。で大学の時も大学時代の春のリーグ戦って僕ベンチに入れたんですよ、うん、でベンチ入りにはなったんですけども、まあ、たまたまその4年生の先輩が本当ですよ、試合の当時は法政戦 でして、西川さんって偉大のピッチャーが先発だったんですけど、僕の目の前でシートノックの時にボール踏んで捻挫したんですよ、うん、俺の目の前 で、うん、で僕がこうおぶってって歩けなくなっちゃって、で大変だ大変だみたいなことになって、次の日もちろん試合早さに出れないから、うん、僕は繰り上がってなぜか先発で出たんですよ、うん、7番サーブかなんかで、で3三振しましたけどね、うん、西川さんのボールかすりもせず、似てるね、かすりもせず三振をするという遺伝なの。で遺伝かどうかわかんないですけど西川さんのボール全く当たらなかったですよ、はい、だからありま、だそれもだから偶然ですよ。でもなぜかそのシーズン早瀬さんは戻らず僕はずっとサード守ってましたね、うん、それからずっと大学4年間は一度もスタメンからずれたことがなく、最後まで出ました。でも高校の時は、まあ、プロはあまり意識しなかったでしょ、もちろん高校なりたいなっていうふうには思ったけど、はい、やっぱ大学入って初めてプロを意識するようになった。いや実はね、湯田川さんね、僕ねそこがね、なんかこうちょっと発想が甘いというかね、もうなるもんだと思って高校で始めました。ああ、ね、慣れると思ってた。なんかね、根拠のない確信って昔から僕よく抱くんですよ、ね、今もそうなんだけど、根拠とか理由がなくても、あ、自分はこれはもうやるとか、うん、できるとか、うん、なんで君できるのって言われても、いや根拠はないんだと、勘なんだみたいなところは ありますよ、ずっと今もある。それは何、長嶋家の特徴。いやいや、みんなそういう人もいるでしょ。いやでも根拠がなくても別に頑張れる人いるんじゃないか。まあまあ確かにね、だからそれと一緒ですよ。別にうちの親父はどうこうとかは関係ないと思うんだけど。なるほど、ね、ありますね。じゃあまあ次の動画ではプロの話をね、ちょっと聞きたい。そういうお話をしてるんですか。はいはい、はい、僕の過去の話は誰も聞かないでしょ。つまんないでしょ。いや面白いですよ。そうかな、はい、まあ一旦はい、はい